パンアメリカン航空214便墜落事故は、1963年にアメリカ合衆国で発生した墜落事故であり、乗員乗客81名が死亡した。飛行中の航空機に落雷があっても、大きな損害は生じないとする通説に反し、落雷によって墜落したとされる。パンアメリカン航空に配達される前の事故期1963年12月8日、 パンアメリカン航空214便は、プエルトリコ産不安発、メリーランド州ボルチモアを経由し、ペンシルベニア州フィラデルフィアに至る運航を予定しており、使用機材はボーイング707から121であった。ボルチモアを午後8時24分に離陸した214便は、フィラデルフィアの航空管制艦からフィラデルフィア国際空港の強風が収まるまで、 空中で待機するように指示された。時折荒れか雨混じり、雷が地上に落ちる悪天候の中、自家用小型機を含む旅客機など動機とともに高度5000フィートの空中待機コースを飛行していた。214便は午後8時58分に落雷を受け非常事態宣言を発し操縦不能を宣言したが、この通信を最後に午後8時59分。 メリーランド州エルクトンにあるトウモロコシ畑へ火炎に包まれたまま墜落した。この事故で乗員8名、乗客73名の合わせて81名が犠牲になった。事故機の燃料タンクの位置を示した図事故機の残骸地上と空中の目撃証言、事故機の残骸検証などから事故原因を落雷を受けた際、左翼燃料タンクの空気口から漏れて気化した燃料に、 高電圧がかかったことにより、引火爆発、左翼炭が失われるとともに、燃料タンク内の燃料に引火して、火災となり、墜落に至ったものと推定した。ノル16便には、事故時刻前後に落雷を受けた痕跡と、放電柵から安全に放電された形跡が認められ、報告書に記載された。墜落した214便の707から121型機は、難を逃れた。 DC-8 とほぼ同クラスの4発ジェット機で同じ基準の放電対策が施されていたにもかかわらず明暗を分けたことになる。雷が放電策へ誘導されず発火した原因について2機の純動計器で検証を行ったがメカニズムは十分に解明できずストリーマ現象が発生したのではないかと推定された。事故直後、アメリカ連邦航空局は アメリカ国内で登録されている民間ジェット旅客機に対して放電装置の増設設置を勧告する対空性改善通報を発行し各航空会社はそれを実施した。ギネス世界記録に最悪の犠牲者を出したら暗いとしてこの事故が掲載されている。ありがとうございます。